やっほ、はい、始めるよ。はい、座ってください。座って、ちゃんと座って。コロです。ミニワンちゃんのミニチュアコロです。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はカノさんにいっぱい質問が来ています。イエーイ。はい、それに答えていきたいと思います。いいですか？じゃあ行きまーす。はーい、どうぞ。お、パワチ通ってくれる。あらあかの行き。じゃあ行きます。カノさん、なに、アンパンマンのキャラクターの中で誰が一番好きですか？うん、魔獣、魔獣、魔獣、モルパンナちゃん。最近なぜかロールパンナちゃんにハマってます。だけどね、家ではないんだよね、ロールパンナちゃんのぬいぐるみね。うん、また今度買いたいなと思っています。次、カノちゃんの好きなお人形はどれ？持ってきてくれる？ピカチュウ、ピカチュウ。あ、ピカチュウ？持ってきてくれるそうです。それ、人形なのか？あやさん、これ人形ですか？じゃないと思う。はい。ピカチュウロール。ピカチュウのボールですね。すごい顔してる、すごい顔してる。もう秘密のところ分けたらあかんて。うん。ハーだろ？で、ほらや。もう電池がないんやって、パパに変えてもらわなあかんな。うん、これをスイッチ入れてコンってやると、はい、人形、うん、じゃないと思いますけど、これが一番のお気に入りらしいです。あ、ホラーなんやけど。次の質問いきます。はい、カノさんはいつも夜何時に寝ますか？8時。はい、夜の8時になります。はい、基本カノさん眠たくなったら上に行くって言ってパパを引き連れて上に行きます。うん、うん、だから時間って言っても眠たくなった時間が寝る時間なんだけど、だいたい8時から8時半に寝に行きます。次の質問です。いいですか？いい。あなたの好きな食べ物は何ですか？お芋ちゃん。お芋さんが好きなの。あと他に好きなものは？キャベツ。キャベツ好きなの？うん。嘘、食べてるところ見たことないけど。ダメ。ピカチュウのチュルチュル。あ、ピカチュウのチュルチュルね。好きやね。食べたい。ハム。ハムも好きやね。ベーコン。ベーコンも好きやな。はい。実はカノさん、肉食です。次。カノさんの好きなおもちゃは何ですか？お魚。あ、お魚釣りのおもちゃね。確かによく遊ぶもんね。うん、次行くよ。カノさんの好きなおやつは何ですか？うん、チョコレート。チョコレート？チョコレートがいい。あ、ほんとやな。最近ね、チョコレートに目覚めたらしくって、お店行くと必ずアンパンマンのチョコレートが欲しいとかって言われます。なので、はい。少しずつ分けっこして食べてます。はーい。次、行きます。はい。カノさんの好きな乗り物は何ですか？うん、ブーブー車。ブーブー車？うん。あとは何？電車バス。あ、電車にバス。じゃ、ちなみに電車とバスどっちが好き？うん、バス。バスか。じゃあ、最後の質問になります。カノさんの好きな絵本を教えてください。カちゃん持ってきて、好きな絵本。絵本？絵本、本。いつも本、どの本読んでる？うん。これ？はい。どうしようかな、これ。はい。実はね、カノさんね、本って言って買うことがほとんどないの、ないんだよね。お母さん。うん、で、子供が集まるような施設行った時はそこにある本を読むんですけど、基本はこの子供チャレンジの本を読んでます。
節に関わらずずっと繰り返して読んでます。最近はねやっぱりね4月号とか5月号のやつ読んでます。はい、じゃあかなさん質問コーナーはこれで終わります。よいしょ。はい、じゃあいいよいいよかなさん目つぶっとらんと行くよ。こうやってねまず机をきれいにします。じゃあ行きます。はい、どうぞ。ね、でもこれ何？うん、おいしい。これ何ですか？プリンです。はい、プリンです。おいしい、おいしい。あ、やめて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 。はい、じゃあママスプーン持ってきますのでちょっと待ってください。おいしい。どうですか、お味は？おいしい。ママスプーン持ってくる。あら食べたい。じゃあ真ん中座ってください。ちゃんと真ん中、真ん中。あなたが欲しいのは大きいスプーンですか、ちっちゃいスプーンですか？ちっちい。大きいスプーンね。はい、どうぞ。お味はどうですか？おいしい。おいしい、よかったです。ということで今回かのさんにいろいろ質問してみました。これちなみにね業務用のやつなの。うん、ほんとね、こうやってほら見てみて、こうこうほらほらほら、うん、こんな風にね、可愛くね、なんかアレンジするんだけど、これ、7、8人で食べれたって。7、8人前がこれは美味しい。大変なことに。これにね、カラメルソースを作ってもいいんだよ、自分たちで。じゃあ売ってないの？知らない。自分たちで作るんだよ、それぐらい。かんちゃん、ごっくんした？はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございます。バイバイ。うおー、落ちた。